これより第2クォーターに入ります。プレーナンバー2-1、高知大学セカンドダウン7、ボールオン相手陣26ヤード。セカンドダウン4、ボールオン相手陣25ヤードに訂正します。インターセプト、クォーターバック12番、エンドゾーンに見えかけたロングパスを通しましたが、このパスを取ったのは岡山大学17番。インターセプトは攻守交代になります。ターンオーバー。